ここは関東は、ね、そうですね、そうでもないんで、はい、はい、ザダル、はい、そうですね、ザダルはやっぱり初めてっていうか、まあデビュー戦の時に輸送してあのバウン車でやっぱり暴れてしまって取り消したっていう経緯があるんで、結構慎重に慎重にこう余裕を持たせたような調整ですね。けどその中でもあの柔軟性とか伸縮性とかすごくいい感じで走ってましたし、はい、直前ね、半マイルからね、はい、そんなそうものすごい破格のゆっくりじゃないけど、すごい集中力、そうですね、うん、はい、アップして、一度使った技を見る十分というね、はい、うん、さあ西野デイジーです。そうですね、うん、まあ先週やっぱりハードに追走してハードに追われた効果が出てきたなっていう感じですね。まあ、今週まあルメール騎手ジョッキー鞍上でしたけど、すごくなんていうんですかね、春に比べるとこう荒っぽい面がこう消えてきたんですかね。まあ鞍上の腕、まあ、もあるんですけど、すごくこうなんていうんですかね、いいリズムで走れたっていうか、はい、そうだね、コンタクトうまく取って、はい、このもうアクション大きくなったと思うし、そうですね、うん、全体的に一度使った上積みはこのままものすごく俺はよく見えたね、はい、うん、いいと思います、はい、次が四月光ですね。四月光そうですね、この馬あんまり結構動かないよね、ちょっとびっしり拾って、はい、そなんかもうね、なんかちょっとなんとなく堀九車らしからぬっていうか、そうですね、うん、はい、今週も前に、そうですね、前にと目標にして進めたけど、ちょっと離されちゃって、うん、感想見たくなっちゃったんですけどね、うん、まあまあこの一人でどこまでって感じはあるけど、ね、まあまあそのものすごい動いたなって感じはなかったね、正直言ってね、はい、うん、次は同じ堀九車のカウディーリョ、うん、まあ、カウディーリョはあれじゃないですかね、結構なんていうんですかね、ひと夏越して落ち着きが出てきたなっていう感じがしますね。それでもちょっと図が高いね、ちょっと高いですけど頭がね、うん、だから、うん、まあ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 追い切りとしてはものすごくよく見えたって感じではなかったね、まあね、はい、あと2頭フォーサーベル、まあ、フォーサーベルは良かったですね、良かったね、はい、うん、あの2段ロケットみたいな感じで、そうだね、自分からねスッと伸びてきて、うん、それで最後ガタイ合わせてからまたスッと、ね、反応したあたりすごくこうしたら絶好に仕上がったと思うね、いい感じでしたね、はいはいはい、最後もう一頭ないまま、うん、ないままなんかよかったよ、はい、うん、あの時計は長くないけど、そうですね、躍動感あって、はい、動き自体はやっぱり一回使った上積みあるような感じだったから、はい、うん、まあまあ、 あの調教内容確実に上向いてると思う、はい、でもまあ俺はもう調教だけで言えばもう西野デイジー、西野デイジーですね、うん、西野デイジー、鳳凰、ね、うん、サーベル、ザダルの島ね、はい、うん、ね、そんな感じですね、まあまあ、うん、西野デイジーで一致してますんで、